入れます、はい、ここに1個置いて、ちょっとパソコンで、うん、これがあのこちらでいいかってちょっと画像にモザイク入れられるから、はい、じゃあちょっとこれで、はい、ちょっと出しましたので、まあよかったらもうなんか、ね、食べたくなって遠慮なくてください。はい、これでトイマイク、マジックサウンド、ね、これはこう、ちょうつゆデバイスは最低で音量こうで、よいしょ、これぐらいにして、よマジックサウンドにして、はい、じゃあ配信開始、録画開始、そしてこれをこうして、よっ、じゃあツイッターでフッと、はい、これいけたかな、ちょっと見ます、ツイッターでいけるかな、これで撮る、はい、いけるかな、はい、でこれでこよいしょ、いけるかなすいません、ちょっと、ね、大丈夫でした、画像が悪くてこうって、でマイクがこれちょっと情けないけど、こんにちは皆さん、今さっきまで今新大久保 のホテルにいます。さっきまでね、浦島さんと一緒に新大久保まで行って、そこでテイクアウト買ってきました。こんなちょっと近くなってますけど、ソウル屋台盛り合わせ、それとあとこんなチャプチェ盛り合わせです。もう今はなんかドリンクだけにしてあれですけど、お腹すいたら適当に食べながら気楽にやりますので、ちょっとすいません。それとあとマイクを置く場所がちょっと不安定でごめんなさい。実はウェブカメラなんですけどね、家に3着につけられるような上等のやつを家で忘れてきたんで、大急ぎで買ったんですけどね、安物で、しかもちょっとマイクがあるんですけど、このマイクもちょっと良くないみたいですけど、とりあえず設定がなんか難しいので、とりあえずこれでちょっと緊急でやらせていただきます。すいません。はい、いけるかな、はい、ごめんなさい、ちょっと台がこうかな、はい、いきます、
とね、はい、こうかな、まあ、自分の中やけど、はい、まあいいや、はい、ちょっとこうしますか、はい、ちょうどいいですね。ちょうどいいですか。ちょっと怪しい感じ。怪しい感じ。すみません。はい、まあ、最初ちょっと緊張してますのであれですけど、あ、ごめんなさい、こっち、はいはい、カメラがちょっとごめんなさい、位置が悪くて、カメラさん、はい、じゃあこっちこうしますね、はい、はい、ごめんなさい、はい、ちょっとさっきなんか簡単にメモ作ったんですけどね、まず最初になんか私からも説明させていただきます。浦島さんっていうのはね、もともとは私がツイッターでなんかいろいろ見ていまして、そしてたまたまなんか浦島さんのやつが流れてきたんですね。で、なんで浦島さんのが流れてきたか言うたらね、私もともとはリチャード小清水さんとこの会員で、そういう世の中の裏の情報とか真相究明とかそういうのになんかすごい興味がありまして。で浦島さんが流れてきたのも陰謀論コミュニティの方の流れから流れてきたんですよ。古代史の謎とか、なんか政治の謎とか、それとか最近の韓流ブームの謎とか、ああいうのもいろいろ言ってまして、だからもともとがそういう陰謀論コミュニティの流れでなんかすごい面白い人だなとか思って、最初ちょっと怖かったけど、恐る恐るなんかそういうふうに、このあなたのそれ面白いですね言ったら、あいつをよくなんかまあ答えてくださって、でその受け答えもすごい面白かったんですね。でもともと私陰謀論コミュニティの人だったんですけど、最近去年の2月ぐらいに大阪の鶴橋でね、行動する星が鶴橋で、女の子が鶴橋大虐殺起こしますよとか言って、それがもうネット上で大騒ぎになったんですね。中学生が、はい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 。でもそれは普通のマスコミではまだまだ流れてなくって、まあ、インターネット上でそういう話題になっておりまして、でそれからそういう行動する星のヘイトスピーチのデモや凱旋にと、それに対して何か問題意識持った人たちが集まって、こういうふうにカウンターをかけて差別反対っていうふうに巻きで大騒ぎするっていうね、そういう騒ぎの方にちょっと興味持ちまして、陰謀論の方はあんまり何かそういうふうにチェックしてなくって、でそういうふうに差別反対のカウンターの方に流れていったんですね、私は。でたまたまそういうふうに浦島さんのこともちょっと忘れてたんですけどね、ないけど、はい、でたまたま大阪で差別反対のパレードっていうのが、まずそういうのがありまして、でそれに対して行動する保守会話が沿道で帰れ帰れっていう罵声を浴びせるっていうのがあったんですね。でその次に今度は東京の方でそういう差別反対の方々が差別撤廃東京大行進っていうのをやることになりまして、で私もそれに対して、まあ、参加はしないけど沿道でちょっと、まあ、離れて撮影させていただくっていうことにさせていただこうかなとか思いまして、で一応主催者さんにはちょっと連絡しまして許可を得まして、でもちょっとその人たちに乗れなかったから、まあ、脇で撮影しようかなということをツイッターで書いてましたらね、そうしました たまたま浦島さんがひょこんとねダイレクトメールで、よかったら僕なんか荷物持ちかなんかしましょうかとか言われて、どの道自分も見物に行くつもりでしたからね、はい、で浦島さんの立場っていうのがね、前々から仲良くしようぜパレードなんかケーって感じでなんかボロクソにけなせて、でへーとか思って、でそのなんか意図はやっぱりまあネトウヨが望まんのも嫌いだけど、でもあいつらも嫌いで、で僕もなんかちょっとまあ両方大嫌いだけど、まあやるんだったらね、ここでたまたまああいうねこうなんかネトウヨの更新とかこう出くわしたらね、うん、ね、うん、個人個人でこう罵声浴びせるとか、うん、個人個人でこう襲いかかるとか、うん、まあよくないですけど、うん、そういうのはまあ別にいいと思うんですけどね、うん、まあみんなでこうなんかこうね集合をかけて団体出て、うん、そういうのはちょっと違うんじゃないかなってのあるんでね、うん、だからそういうのでね、浦
浦島さんのなんかちょっと複雑な立場っていうのはねよく分かんなかったんですけどね、でまあちょっと撮影しながらいろいろ喋ってみたら、なんかもう浦島さんのなんか愛憎半ばするような不思議な気持ちっていうのをいろいろ教えてもらってね、ああそうなんだとか思って、それでまたなんか浦島さんのね複雑な立場っていうのがね、その一つの立場が日韓ハーフだったんですね。もう複雑でも何でもないですよ、まあ、たまたまもう母親がそっち系だけの話なんで、自分は基本的にも全くコミュニティで言ったら、まあ多少はまあね、あの子供の頃とかで言ったら、まあ母親の関係もあるし、父親がやっぱりこう在日の会社で働いてたんで、まあね、普通の日本人よりは食生活とかでもやっぱりこうちょっとそっちの食生活だったりとか、そういうのあったかもしれないですけど、でもまあね、幼稚園から小学校から、ね、大学までってもう別に全然普通、あの普通の日本人だし、そうやね、だからねそういうのでなんかへーとかいろいろ不思議に思ったのと、それと私その当時なんかもちょっとこういうこと言ったらまあちょっと下世話の話ですけどね、その当時ちょっとなんかあのカウンター側のなんかちょっとまあ主流派のねリーノブエさんって人とちょっと揉めてたんですね。一応あれがあの リーダーなんですかね。リーダーではないんだけど、まああのまあそういう、まあ目立ってるっていうかね。まあ、目立ってるんです。そしたらなんかあのリーなんかそのね、同じもそのひょいって出てリーの上でどれって言うからね、ああなんかあのあそこのチョゴリっていうのがそうよって言ったらね、新スゴとかリーの上とかね、まあ在日全体の中からじゃ あれはちょっと特殊だよとか言って、気にしないでいいよとか言ってね、ああそうなのとか思って、だから。その在日コミュニティってねどんな感じとかいう話いろいろあってね、でその後で浦島さんからね、ああいうふうにカウンターかけてるのは、まあ、ほとんど在日だけど、でもあのカウンター側界隈の在日っていうのもね、在日全体からしたらかなり特殊だよっていう話もなんかいろいろしてね、まあ全体像というのはそれはね、多分どんな在日の人間でも完璧にこっからこうまでこうなってるって分かってる人多分いないと思うんですけど、だからよく日本人がね、まあ、在日はって、まあ、言いますけど、まあでも基本的に本当日本の社会と一緒なんで、もう本当にものすごいこう突出した人たちもいるし、まあ、平均的な人たちもいるしみたいな感じで、それはもう本当にあのもう在日の人たちもたまたまこう日本でこうね、例えばあの3世4世で言ったら、ね、在日のこう家に生まれて、あとはもう本当にもう、どっから見ても普通の日本人で、もう生まれてから、ね、中にはキムチ食べたことないって人だって言うだろうし、でまた逆にもう日本食なんか普段食わないっていう人も中にはもしかしたらいるかもしれないし、それはもう本当千差万別なもんで、だからね、あの実態がこうだっていうのはこうあの断面的な部分しかなかなか分かんないですけど、ただまあリー・ノブエとか自分から見た感じで言ったらね、まああれがこうそのまあ在日のこうまああのねあのマストタイプっていうかね、よくあのいがちなこうあの一般的なあの人ですって言ったらちょっと違うんじゃないかなっていうのはありますよね。あのそういうふうに後々までなんかすごい揉めるんですけどね、であの個人攻撃なんかそういうね個人攻撃みたいっていうふうに思われるかもしれませんけどね、でもあの人のなんかちょっと問題がちょっと後々に今度はなんか大きな騒動になっていくんじゃないかっていうような予感があったのでね、それであえてなんかそういうふうになんかある種の典型としてなんかちょっと捉え、まあ個人攻撃って言ってもね、あの人の場合も、まあみなし個人でもいいと思うんですよ、だからそういうのでね、まあ言ってみたらちょっと新スゴのまあちょっと廉価版という言い方も失礼ですけど、でも新スゴとかまあそれね、あのあの種の系統っていうのはリー・ノブエにあの失礼じゃなくてあの新スゴなの失礼だってでもああいうなんかああいうなんか系統っていうのがあるなとか思ってね、だからなんか在日女性のなんかある種の典型っていうのがね、まあ一つがオーソンファみたいにもなんか右翼べったりのこびこびの女か、それかシンスゴやリーノブエみたいにちょっと被差別者であることを、あれ何でしょう、ちょっとすみません、なんかちょっと持ち出すようなタイプみたいな、はい失礼します、あチェンジバスタオルペスタオルチェンジ、あありがとうございます、あじゃあちょっとごめんなさいごめんなさい、はい、なんでみたいな
分かった、はい、すいません。作ったのこれだけだから、これだけだけで結構です。ちょうどいい話やったのにごめんね、はい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 、話がどんな話したか分かんないとかね分かんなくなっちゃったけど、ちょうどなんか面白い話やったのにごめんね、いやでも本当あの私女やからやっぱりなんかシンスゴとかリーノブエとかね、ああいう系統の人がなんかちょっとなんかすごい関心があってね、あごめんなさい、はい、そしてその次あのある種の在日の女性のタイプっていうのがオーソンファーでユーミリで、であともう一つあ、まあ、オーソンファーはああいうちょっと、まあ、体勢こびこび系で、ええ、でもう一つがなんかユーリミリみたいにちょっといじめられっ子なんか、まあまあ、うん、年下中でのこうあの、うん、ねあの、うん、右とか左とか感じで、うん、多分普通のあのね、うん、あの金なんとかとか言ってこう、まあ、あこの人在日なのかなっていう人って、うん、もう今普通の会社行ったら結構普通にもういるじゃないですか。はい、でそういう人たちは別にね、あなた在日なんですかって言われて、うん、もう在日狩りじゃないけど、うん、在日だって言った瞬間にもうなんか会社で誰も口聞いてくれないとか、いやだからそんなことは絶対ないんですよ、今もうそんなこと、はい、まずは、はい、普通にあのね、うん、あの金とかこう金井とかこう金村とかね、はい、なこの人もしかしたら在日なのかなっていう人会社に今もう普通にいますから、そういう人たちが、うん、でもそういう人たちが別にじゃあおしなべてもうなんかもう言ってることが普段からね、うん、もうなんか日本人は謝罪しようとかなんかもう言っててもうこの人も付き合えないとか言うんだったら話別だけど、うん、大体もうそういう人たちも普通にあのコミュニケーション能力があって、うん、で普通にこう明るかったり話も面白かったりとか、うん、普通の人なんで、うん、でもう普通にまあみんな接してみたいな感じで、うん、もう大体にはまあそういうふうになってると思いますよ、そんなこう在日差別がどうのこうので就職差別がどうしたとか結婚差別があって、うん、それは確かに昔は間違いのがあったかもしれないですけど、うん、今もそういうことが全くないとはあの言わないですけど、うん、でも真相とかの語り口聞いてるといまだにそういうこと問題にするようなこと言うじゃないですか、うん、だからそれは確かにもうそれもね、もうねあったけどもう過去形でいいじゃないかと思いますよね、うんうん、そうなんだ。だからあのでもメディアに出てくるのってやっぱりなんかやっぱり極端なキャラじゃないとやっぱりそれはもうやっぱりこうテレビとかメディアの特徴だと思うんですよ、うん、やっぱりこうねえ、うん、やっぱり演出なんかでもそうですけど、うん、とにかくこうやっぱりこうねえ普通の人じゃやっぱ面白くないんで、うん、どうしても変わった人を見つけてくるだろうし、うんうん、ええ、まあね、だからオーソンファみたいにちょっと極端に右派に行っちゃうタイプとそれとあともう一つがあのまあああいうなんかユーミリみたいにいじめられっ子キャラクターと、ええ、あとなんかまあシン・スゴやリーノブエみたいに気性激しいのと、まあ、ちょっとなんか被差別者であるっていうのをなんかミックスされたようなキャラと、ええ、まあ、そういうのがいろいろあってね。だから、まあ、特に今朝まで生テレビとかもそうだと思うんですけど、うん、昔はこう左翼系の論客っていっぱいいたけど今もう左翼系の論客がいないっていうよくね、うん、あの田原総一郎がこぼしてるっていうけど、うん、実際そういう感じなんで、うん、ガチガチの左翼キャラっていう人はあんまりいないんで、うん、だからそういう人にとって変わるような感じでやっぱりこういまだにこうシン・スゴとかね、うん、あのリー・ノブエとか、うん、ああいう人たちはまあ多少の需要があるんじゃないかなって思うんですよね、うん、例えば朝まで生テレビにたまにこうねあの辻元とかも出ても、うん、昔ほどやっぱ尖ったことももう言わないじゃないですか、やっぱりもう政治家としてやっぱり自覚もあるし、うん、ね、うん、一応こうそんなにこう国民のために奉仕してるって多分あのつもりでやってると思うし頑張ってね、うん、そうなんだ。だからまあそんなに極端なことはやっぱもう言わないんで、うん、やっぱりこう在野でね極端なことを言う人っていうのはやっぱメディアっていうのはやっぱ探してこう見つけてくるとは思うんですよ、うん、やっぱり、うんうん、そうなんだね。だからやっぱりかなりキャラが立ってる極端なのが割と選ばれやすいみたいなところが、うん、ただ、うん、残念ながらやっぱりねあの、うん、リー・ノブエレベルとかだとやっぱり言ってることがレベル低いんで、うんうん、まあだから呼んでもらってもチャンネル桜ぐらいがまあ限界でやっぱなかなか地上波とか出てくるというか、うん、お目にかかる機会はないでしょうけど ね、うん、まあ、ね逆に中途半端なこうああいう感じだとこうやっぱり使う側にしてもやっぱりこう、うん、在日っていうのはこういう感じだって見られるのも、うん、やっぱりまずいのではないかなって、うん、なんかこう
あまりこうね、在日代表みたいな感じであいつが語られるのはやっぱりこう使う側もちょっとこうどうかって考える部分はあると思うんですよね。うん、そうなんだ。うん、だから在日を代表してるみたいな感じで被害者意識をこう、ね、こう悲劇するしかあの人には、まあ、脳がないと言ったら失礼ですけど、うん、まあそれ以外の売り物は何もないでしょうからね。うん、まあ確かに何かあの新祖さんはね、だって好き嫌いは別にしてない。ただまああの人どちらかというと自分から見ると在日がどのくらいか完全にあの人の食いぶちっていうかこうあの、うんうん、ね、うん、あのジャンルはもうフェミニストですよね、私はね。というかもう有能なビジネスウーマンっていうね、だから勝間和代の先輩みたいな感じだね、本当に。だから、うん、だからまあキャリアウーマンとして年間まあ一応こうね、あのなんか公表のあれで言ったらこうまあ200公演ぐらいしてるらしいもんで、そうでまあ、ギャラのランクで言ったら50万超えてるぐらいの感じだと思うんで、うん、まあ相当まああの民意はいいんでしょうけどね。そうでやっぱりあの有能なビジネスウーマンっていう売りもあるしね、一切なんかあの喋ってるみたいやっぱり達者やしね、うまい、やっぱり、まあ、好き嫌い別にしてね、でやっぱり文章もうまかったし、あの人の文章で一番面白かったのがね、あの大前健一をね、あの評論したやつがすごい面白くてね、あの子もね在日やからね、日本人相手にはもう在日のことをかばっちゃうしね、在日相手にはもう在日に対してねもう甘えちゃダメよって言っちゃうしね、だから両方から嫌われてしまいますよって。で大前健一さんもね、なんか日本人からねなんかもうアメリカのポチやーって戦われてるけどね、でもあの人もねアメリカ人相手にね英語でねあの日本人の立場をすごい擁護するもんだからね、アメリカ人からはねもう日本を擁護する嫌な日本人ってすごい嫌われてるんですよって、大前さんの立場を理解してあげてくださいとか言ってね、へーとか思ってね、そういうこともいろいろ言ってて面白かったしね、だから参考になる部分もあったんですね、あの人の言うことも、だからあの全否定もしませんけど、なんかすごいあの有能な部分もあったしね、だからすごいんですけど、ただやっぱりちょっとあのネトウヨからは嫌われるやろなというところも、まあ、確かにあったなとかそれ思いましたね、はっきり言って。だから在日の方々からしてもね気持ちとしてはすごい複雑だったと思うんですよ、あの人の評価はね、なんか認めるとこは認めるけど、あちょっと言い過ぎかなとかそれはあったかもしれませんね、はっきり言って。うん、そうだ、あそれとあとなんかあのそういうもう在日の方々からしたらね、もうそういう在日コミュニティのなんかすごい複雑な思いとかね、そういうのもまだ在日コミュニティって言っても、うん、ね、自分の場合はまああの基本的にあの日本人なんで、うん、あのね、例えばその民団とかこう総連で活動したりとか、うん、そういうねこうあの朝鮮学校とかね、うん、それあの韓国の方で言ったら建国とかそういうの出てるとか、うん、そういうあれじゃないし、うん、そういう意味ではまあコミュニティっていうのはコミュニティであのね、うん、あの生息したことないんで、うん、まあ自分の知ってる範囲っていうのはまあ自分の家族、例えば母方がそうなんで、うん、でそっちの方を通じてとかね、うん、あとまあ知り合いにね、うん、あの在日が多少いるんで、うん、まあさっきもあの言いましたけど、うん、まああの母親のね、あの方に、まあ、自分の、まあ、姉が、まあ、一緒にこうずっと寄り添っているんですけど、はいはい、まあ、姉は自分の、まあ、3、4歳年上で、うん、まあ、姉の友達っていうのも、まあ、ほとんど在日なもんで、うん、でその、まあ、姉 の, こう、ね、あの友達の関係とも親しいんでね、うん、あとは、まあ、自分の父親がやっぱりこう、うん、あの自分が子供の頃はこう在日の会社で働いてたっていうのがあるんで、うん、その辺を通じてやっぱ知り合った人たちっていうのもいるんで、うんうん、ね、あだからやっぱりそうやね、うん、だからもう限られた範囲ですよね、わかりました。それとあとね、やっぱりあちょっと音声ちょっと悪いみたいで、ごめんなさい、ちょっと音声悪いなこれ、はい、ごめんなさい、はい、あのそうやね。それであとなんかあのパレード、そのまた話戻りますけどね、東京では差別撤廃東京大行進が終わった後ね、
あのみんなで一緒にねお食事にあの懇親会があるからね、あなたも一緒になんかその懇親会行ってみんなと何かお話ししたらとかいう話をしたらね、行かないですよ、はい、でなんかあの、あそうなのということで、じゃあそれまでなんか2人で一緒にねちょっとあの2人で一緒になんかどうか軽く食べに行こうかって食べに行ってね、でかなりなんかあのすごい話とかいろいろしてもらったんですね、ちょっと小休憩をして、それでなんかあのこの後かなりきつい話をさせていただきます。なぜなんか溶け込めなかったか言うたらね、やっぱりあのそういう自分自身が差別主義者であるそういう風にね、だから仲良くしようぜとかね、差別反対とかね、そういうなんか綺麗な場に行くとなんか自分はちょっと違和感感じるっていうね、そういうなんかリアルな問題があるから言うてね、まあ、必ず浮きますね、間違いなくそうですね、わかりました。ちょっとなんか一休みして、それからまたなんかその後きつい話させていただきますので、わかりました。少し休憩とって少しやった方がなんかあのね、こういうのはいいから、はい、はい、フィン、大好き、はい、じゃあ渡すと、じゃあはい、じゃあ浦島さん一部、はい、じゃあ録画保存、ちょっと待って、浦島さん一部、はい、はい、録画を保存、はい、フィーリンテフィー、よいしょちょっとなんかあのこれ多分なんか音声悪いみたいやけど、ちょっとマイクのレベルがちょっと小さかったからね、やっぱりまだまだなんかあれやけど、でもこまあ多分こっちとこっちでなんかなんとかしますので、こっちは大丈夫かな多分ね、ちょっとこれもちょっととりあえず一番ほい、はい、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。私お手洗い行かせていただきます。はい、すいません。じゃちょっとなんかちょっとこれ消しますね、一部。はい。ちょっとごめんなさい。はい。